フィリップスコレクションはワシントン DC にある美術館である。1921年にアメリカ発の近代美術館として開館した。創設者のダンカン・フィリップスは鉄鋼会社の創業者であるジェームズ・ラフリンを祖父に持つ。彼は兄のジムと共に美術評論を行い、また一族のコレクションを管理していた。1917年に父親を1918年に 兄を相次いで亡くし、ダンカン・フィリップスは、母親エリザと共にフィリップスメモリアルアートギャラリーを設立。1921年より一般公開となった。ダンカン・フィリップスは1921年に画家であるマージョリー・アッカーと結婚し、共にコレクションを拡大していった。ルノワールの船遊びの昼食、フィンセント・ファン・ゴッホのアルルの公園の入り口、ポール・セザンヌの ザクロと用なしのある、正月ボットいったヨーロッパ絵画だけでなく、ジョン・マリニア、エドワード・ホッパー、スチュアート・デイビス、モーリス・プレンダー・ガスト、ジョージア・オキーフ、ジョン・ズ・ローン、グランマ・モーゼス、サム・フランシスなどの20世紀アメリカ絵画のコレクションでも知られている。2011年に国立新美術館で、モダン・アート、アメリカン主翼のフィリップス・コレクションマイナスが開催された。 2018年10月から2019年2月まで三菱一号館美術館にて全員挙賞。フィリップスコレクション展が開催されている。ありがとうございます。